動画のストーリーを考えるコツについてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田内です。今日の内容は動画のストーリーを考えるコツについてお話をしていきたいなと思います。先日 DJI の RS3 ミニのジンバルで作った作品をアップしたのですけども、そこで結構反響が良かったので、その動画をもとにちょっと解説をしていきたいなと思います。ちょっとこちらの作例のオープニングを出すと、こういった感じのオープニングなんですけども、これをもとにちょっとお話をしていければなと思います。この動画を見ていただいた視聴者さんのコメントで、こんなに手紙を出すっていうシンプルな行為で物語が広がっていくんですねっていうようなコメントをいただいたんですけども、そこすごくいい着眼点で、手紙を出す、手紙を書くっていう行為っていうのは、その動作としてはすごくシンプルなんですよね。でもその、動画制作者が考えるべきことは、そのシンプルな動作に隠れてる裏側の物語をこう想起させてあげる、そこが動画の中で物語を入れるときに結構重要な要素になってくるのかなと思います。でこう手紙を書くっていうのは、ペンを動かす、それで紙の上にこう文字が書かれていく、そしてポストに投函するっていうことだけなんですけども、この簡単な単純な作業の中に主人公の人が誰のことを考えて何を思って手紙を書いているのか、時間を使ってアナログでペンを動かしながら文字を書いている、それから郵便の配達の人がポストで受け取って、で郵便局で仕分けをして、で送り先の人に届く、でその労力で、そして受け手の人が久しぶりに手紙なんか受け取ったんだっていう、その時の喜びとか驚きとか、そういったものを含めて、そのシンプルな書いて出すっていう中にこれだけ多くの物語っていうのが詰まってるんですね。なのでおそらくその手紙を出すっていうシンプルな行為でも、なんとなく動画としてすごくこう惹かれるっていうのは、そういった物語をこう想起させる仕掛けになってるのかなっていうふうに思います。こういった物語っていうのは実はいろんなとこに隠れていて、でそれこそいろんな製品もそうですし、あとはいろんなサービスの中にも至るところにこういった背景のストーリーが隠れています。なので動画にもっとストーリーを入れていきたいっていう時には、やっぱストーリーを探す訓練をすると、非常にこれは役に立っていくのかなと思います。例えば身の回りのことで例に出しますと、例えばスーパーマーケットに行きますよね。でそしてそこにあるキャベツが290円っていうふうに書いてあるとするじゃないですか。で例えばただキャベツ290円って書いてあるより、長野県産キャベツ290円っていう方が、こうより長野県から来てるのね、国産のキャベツなんだっていうことが分かってきますよね。さらに突っ込んで考えていけば、これは長野県の野辺山高原の畑から来てるキャベツって言ったら、もうちょっと自然の多そうなところでこれはキャベツ作られてるのかなとか考えたり、さらに突っ込んでいけば、これは長野県の野辺山高原の田中さんが有機栽培で頑張って作ってるキャベツみたいになったら、田中さんっていう人がこれは一生懸命作ってるのかとか、そうやってどんどんこうストーリーって浮かんでくると思うんですよね。なのでこう自分が何か見た時にただのキャベツだっていうことで終わりにするんじゃなくて、じゃあそれがどこから来て、で誰がどんな思いで作ってるのか、そして例えば朝方に収穫してるとか、そういうのを何か物とかサービスを見た時にそういったことまで考える、そういうふうな訓練をしていくと、その動画の構成を作る時もクライアントワークをする時でも、そういった発想力っていうのはもうむちゃくちゃ役に立つと思うんですよね。それがこう最初はこう自分が想像していくのが難しいっていう場合もあると思うんですけども、その場合には本当いろんなサービスとか製品の中でそういった背景ストーリーとかをちゃんとまとめてたりするものとかはあったりするんですよね。そういうのにいつも目を通して、でどんな情報が載ってるのかなっていうのを考えていくと、こんな感じなんだなっていうのが大体こうイメージとして湧いてくると思うんですよね。なのでそれがその文字であるか、動画の場合はそれがこうビジュアル的になってるかどうかの差であるので、もうそのストーリーのベースとなるものは結構そういった街の中の至るところに隠れていて、でしかもそれをちゃんと背景側もこう、出してる情報を提供してる製品とか財布もたくさんあるので、まずはそういったものにたくさん触れる、
でそれからそれを自分の中で文字からこうビジュアル化していく。でそうしていくと動画の中には結構強いストーリーが生まれるのかなと思います。なのでこうまとめると、なんかすごくいろんな日常の中にシンプルの動作の中にその物語っていうのがめちゃめちゃあります。なので僕らはそれを紐解いて探してあげて、それをこう自分の動画にうまく入れ込んでいくと、動画っていうのはよりこうストーリー性のある面白いものになっていくのではないかというふうに思います。というわけで、もし今回の内容がお役に立てれば、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。